はい、ヒルト2本目。はい、桜子2本目。はい、ノエ。はい、来なーい。2本目。はい、ハルト。はい、さや2本目。はい、美咲。お願いします。はい、みはるコースいいよ、オッケー。2本目。ヒロと3本目かな。ちょっと前半で動きがカッて止まる時があって、その時にこうフォールトのスペースが3本目、レース用の板、足がブルブル U ターンとね、自分で分かると思います。しっかりこうスピードがちょっと遅くなる、シャドウがなくなるターンのところでもう少し外足に対してのこうプレッシャーのかけるスピードをこう調整できると、ハンサムのスピードをつなげられるな。3本目。疲れた。ちょっと違う意味か。状態煽っちゃう時があるから、その時前半の次のターンのかかりがちょっと甘くなるので、しっかりターンとターンをつないでいく動きを強調することと、あとはさっきの腰が弾むリズムを作っていくイメージ。ハルト3本目。ちょっと GS 久々なのか、全然板の動きと体の動きマッチしないぞ。やっぱこう雪がこう降って不安定な芝の中で、探っても意味ないから、しっかり自分から仕掛けていくこと。さや。GS 上手くなったじゃん。でも時々膝がカクカクしちゃうときはね、やっぱ足の裏にしっかり重さが乗ってないときだから。やっぱり。しっかり自分の足の裏、かかとの方をね、滑走面を全部押すような感じでしっかりプッシュしてこい。
ね、でとにかく多少上に抜けてもいいから、全身使った場合の角度と足首の角度がシャドウに対して起きてるから、あ、もう少し斜面に、もう少しターンとターンの間で両スキーを置く感じが欲しいな。そうじゃないとやっぱ突風に重さがないと板がどうしてもこう逃げやすい、つま先が開きやすくなっちゃう。 OK、はい、はい、サナできます、お願いします。 OK、 ミハルすごい上手になったじゃん。ミハルさん、ターンとターンの間で必ず絶対に両スキーを雪面から離したらダメ。特にターンの後半から次のターンに移行するときね、両スキーをしっかり足裏でキャッチすること。はい、ミハル、おお、ジノカビーゼル、おお、首もげるで、ういアップ、フィンニング前、ずらしたスキーに入物、ジョブ2本目、よし、グッド、そう、ここで離さない、よし、そのまま遅れ気味に行け、よし、ナイスさん、はい、ヒロト4本目ジョブ、そう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 、内側の膝をもう少し倒せるぐらい、腰が外れてたら内側の膝に倒れないか。と、そう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 。はい、さや。目線を全然変えずにどんどん行け、2本目ジョブ、ミハル4本目上部急斜面、さくらこレース用スキー、次ひろと行きます。はい、ひろといいよ。